はいどうも皆さんこんにちは、ということで今回なんですけども、以前皆様にはカノカリの人気投票にね協力していただいて、今回ね結果発表でございます。協力してくださった方々本当にありがとうございました。今回の人気投票は4人なんですけど、水原千鶴役の天宮そらさんと、七海真美役の結城葵さん、さらしなるか役の遠山奈緒さん、桜沢澄役の、高橋理恵さん、まあ以上ね4名のね超豪華な声優さんなんで、もう僕じゃ決められないということでね、皆さんにね、まあ、投票いただいたんですけど、いやまあ993票ね全部で投票いただいていまして、正直めちゃめちゃびっくりしてますね。こういう順位になるんだみたいな感じで、まあちょっとびっくりなんで、皆さん的にはどうかわかんないんですけどね、一応ねちょっと今コメント欄とかに予想とか書いてもらって、自分とちょっとね最後に照らし合わせてもらえればななんて思っているんですけども、ちょっとコメント欄で今予想書いてくださいということで、第4位からね発表していきたいと思うんですけども、これが予想外、僕はこれが予想外だからといってね、他じゃあ4位誰って言われたらちょっとわかんないんですけど、いやでももうちょっと上かなって個人的には思っていました。第4位なんですけど、投票数が162票ということで、こちらね第4位、結城葵さんです。これ僕と同じ気持ちの人いるんじゃないの、みたいな、4位なのみたいなね、いやびっくりですね。真央ちゃんは超有名な作品にねめっちゃ出てるからね、窓マギの窓かとかね、まあなんか世代がちょっと違うんかな、ちょっとね、僕にとってはもう窓かとかのイメージがすごいからさ、なんかもうすげえ超有名な声優さんだっていう感じなんだけど、どうなんだろう、ちょっと最近はちょっと違うんかな、どうなんだろう。真央ちゃんがどんだけヤバい声優かっていうのはね、もう幼女戦記のターニャを見てもらったらわかります。もうおかしいから、あれはもう人間技じゃありません。あれはねロリロリした感じの声からの、もうドスの効いた声の変換、そして演技の変換ね、やばい、あれはもう人間技じゃない、化け物です。多分僕の動画を見てくれてる人たちにはね、俺がいるの小町とかね、まあ SAO の勇気とかね、そういうイメージがあるんじゃないかなと思うんですけど、なんかわかるかな、もうこういう妹だよみたいなね、こういう妹が欲しかったんだよみたいなね、俺がいるのまあ小町ね、まあその演技ができてるじゃん、もうこれこれこれみたいな。あれこれワンチャン手出せんじゃねえ、妹だけど手出せんじゃねえって思いつつ、手を出したらマジでね、もう心の底から引いてきそうな感じの妹。それがいい。で、勇気だったら少年っぽいボイスとかね。あれはすごいよね。勇気と同じ感じだったら、まあ声の形のね、まあ譲るとか。全然違うのが、まあヒロアカのね、つゆちゃんとかね。もう化け物だよね。本当に演技力とかね、まあ声の変換がね、すごい上手い人ですよね。まあ他にもね、たくさんのね、有名なアニメとかに出ていらっしゃるのでね、ぜひね気になる方はね調べてみてください。もうめちゃめちゃ出てくると思うから。ということで第3位いきましょうか。3位なんですけども、ちなみにね1位が圧倒的っていうことを言い忘れていました。1位がすごいね差なんでっていうのをね先言っとけよっていう感じなんですけども、そんな感じでした。ということで第3位なんですけども、207票いただきました、遠山奈緒さんです。さっきの青ちゃんと一緒で俺ガイルにね出演していまして、まあ由比ガ浜ね、いや可愛いんだよ。で、学歴もやばくて、早稲田大学を卒業しています。やばーみたいなね、もう本当に。ちなみにね、青ちゃんも早稲田大学卒ということで、声優さんって頭いい人多いよね。僕はね、ニセ恋のチトゲのイメージがすごく強くてですね、遠山奈緒さんって発音すごく綺麗じゃないですか。日本語の発音とか、なんかお父さんが帰国子女らしいので、なんかねやっぱ英語が話せる分なのかな、なんかすごい綺麗に聞こえるんですよ。だからチトゲの設定的にもぴったりだと思うし、金毛座のカレンとかさ、もう他にいないでしょっていうぐらいね、もう敵役だと思うので。で、僕のね、チャンネルを見てる人たちだったら、青豚のね、小川とかが好きなんじゃないかなって勝手に思っているんですけども、やっぱ方言女子っていいよね。方言ってなんであんな可愛いんだろう。マジで俺のこと蹴ってくれないかな。で、デビュー作の神の溝を知る世界のカノンちゃんね。まあ、これは遠山奈緒さん好きだったら多分みんな知ってると思うんですけど、いや、全然違うよね、本当に。今のキャラクターと比べたら全然違うし、やっぱ10年ってすごいんだなってね。ということで第2位いきましょうか。という前にですね、もう毎度毎度ね頼んでもないのにね、この連鎖推しっていうのをやってくれる人がいるんですよ。もうありがとうございます本当にもう。ということで122、結構来てる、もうめちゃめちゃ来てる、びっくりした、ありがとう。ってことで2人残っていますけども、水原千鶴役の天宮そらさんと、桜沢すみちゃんね、僕の推しの桜沢すみちゃん役の高橋理恵さんね、
いやもうどっちが1位でもねもう納得いくよね本当に。どちらと思いますかみんな。でもこの2人ね2位と1位でね差がね120票あるということで1位でやっぱ強いんですよ。じゃあもうね2位発表していきたいと思います。投票数253票ということで2位高橋理恵さんです。いやもうさすが EMT ですね。 E のエミリア、 M のめぐみん、 T の高木さんね。はい、ちょっとこちらねもう熱いファンがいたのでねこのコメントを紹介したいと思います。まずリエリーこと高橋理恵さんと出会ったのはからかいジョーンズの高木さん。声を聞いた瞬間好きって思いました。照れてる高木さん、からかってる高木さん、すべてはとってもリエリーしかいないと思いました。ん？あ、すべてをとってでもリエリーしかいないと思いました。高橋理恵さんと次に再会を果たしたのはこの素晴らしい世界に祝福をです。めぐみんが高木さんと同じ声優だと知った瞬間焦りました。いつも落ち着いてる高木さんと爆裂魔法のことしか頭にないめぐみん、正反対の性格なのにここまでできるんだと感動しました。リゼロから始める異世界生活のエミリアでは様々な苦難の時の苦しんでる声、平和な時の穏やかな声、スバルを遠ざける冷静でいて怒った声の使い分けがやばいです。そして高橋理恵作品の中でも、高橋理恵作品というか高橋理恵さんが出演している作品の中でもということだよね。特にすごいと思ったのが学校暮らしの直木美希です。知っている人は少ないと思いますがこの作品では全ての高橋理恵を存分に出していて、それでいてオリジナリティもある高橋理恵さんが演じた中でも一押しの作品です。前も言いましたけども、僕はね学校暮らしのこの美君というキャラで初めてね高橋理恵さんを知って、エミリアとのギャップでねもうびっくりしたって言ったんですけど、スミちゃんもそうなんだけど、もう声の幅とねもう演技力のこのね大きさっていうのがすごい。もう学校暮らしはねもう一時期めちゃめちゃ話題になっていましたよね。もう1話を見た時の衝撃とかね、まあ祈りも出てるしね。とまあこんな感じでリエリーはねもう熱いファンが語ってくれていましたので、まあ他にもねリエリー自体もすっごいね面白い方なのでもう調べてみてください。ってことで第1位ね、投票数が371票、すごい。第1位天宮そらさんです。すごい。やっぱりてんちゃんやで。やっぱり天宮さんですね。声超綺麗ですし、何よりデートの歌が超最高っす。てんちゃんしか勝たん。めっちゃ可愛い。声もめっちゃいい。てんちゃんてんちゃん、天神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 。ダメ神とも作用。やっぱてんちゃん、歌うまいし声いい。つまり最高。まあこんな感じでめちゃめちゃ人気でございます。ガチの女神とね、まあダメ神を演じていて、もう個人的にね、東京グールのトーカちゃんめっちゃ好きだし、クラメモのアイラも好きだし、赤目が切るの赤目もかっこいいし、カニワのね、セナちゃんとかね、もう歌声可愛すぎだし、もう一週間フレンズではめちゃめちゃ感動させられたしね。てか天使の声だよあれは。まあこれは1位取るわなっていうね、もう素晴らしい声優さんですもん。本人がねめちゃめちゃアクア様に見えるんですよ、ね、ちょっとポンコツな感じとかね、いや可愛い。とまあこんな感じで、ランキングはね以上となります。こんな感じになりました。最後まで見てくださった方々ね本当にありがとうございます。チャンネル登録高評価お願いします。ありがとうございました。皆さんにお願いがあります。チャンネル登録とツイッターのアカウントをフォローしてください。ツイッターのアカウントの URL は概要欄に貼ってます。お願いします、フォローしてください。